はい、おはようございます。今日は透明水彩で、ぶどうを描いてみます。まず、下書きをしますが、軽くしてあります。まずバックのところの色を入れるところに水を塗っています。今回はウェットインウェットで描きたいと思います。まず濡れている間に絵の具を足していきますが、手前の方に絵の具を流れるように少し傾斜をつけてあります。で、ぶどうの房は描き残しで進めます。今傾きがちょっと足りないので少し足しました。まず、どういうふうな、バッグにするのかを決めておいてからかからないと、失敗するもとになりますので、書く前におおむね決めてからかかってください。この時にできるだけ絵の具が濁らないようにしたいと思いますので、できるだけ画面に触れないように霧吹き等で流したり入れたりドロッピングをしたりというふうなことで絵の具を足していきます。で、ぶどうの中に入った絵の具はティッシュで取っておいた方がいいと思います。今霧吹きで絵の具を下の方に流しています。これは、天地逆さにして色を足しています。偶然性がありますのでなかなか難しいですが、偶然に出てくる模様で面白いところがありますので、ちょっと冒険をしてみてください。はい、今は、水で絵の具を置いてたところの、際等に絵の具がたまったりして少し、水をつけた筆で、取っております。はい、ぶどうの房を描き始めます。このぶどうは赤いところもあれば、普通の、紫といいますか濃いブルーのブドウもありますし、まだあまり色がついていない少し、グリーンのものもありということで少し描き分けたいと思います。で、ブドウに当たってる光はティッシュで取ります。取って色をまた重ねるんですが、ブドウは、触ったところと触らないところ、要するに白い粉があるものとないところがありますので、ティッシュで軽くそっと触ると、手で触ったような感じのところと白いところが出てきますので、少し練習してやってみたらいいと思います。で、問題は、ブドウなんですが、一番
手前にあって全体が見えるものから書き出すと本当はいいと思います。で、こういうふうに平塗りをしておいてティッシュで軽く光の当たっているところに押さえて取ってあげるということです。今は下書きを軽くしましたから、少し書き起こしています。枝のところを、少し鉛筆で書き起こしてからまた書きます。ティッシュで押さえるところの位置を、よく確かめてください。光が、左の上と言いますか、左側の少し上の方からライトが当たっていますので、その影等が後ろバックに出ますので、それも考えながら入れています。で、ブドウの房と房の間、奥にあるブドウのところ等は濃くなりますので、そこを書き入れてください。今の入れましたが、これは、ブドウの影等を入れたいのでちょっと入れました。霧吹きで少し流してあります。で、また元に戻しまして、ブドウの房をまた書き足していきます。ここは、ブドウの、ライトの影で、少し濃くなりますので濃い影を入れときます。隙間の奥は濃くなりますので、丁寧に入れたいと思います。ここは、グリーンのブドウになりますので少し明るくしています。で、光が左の方から当たっていますので、ハイライトをホワイト、不透明水彩で入れます。で、紐のようなもので吊るしてありますので、今紐を描いております。
と枝分かれしている茎のところのハイライトを追加します。ブドウの光っているところに不透明の水彩を水をほとんどつけないで生の状態で塗ってます。 3,4 箇所しか塗ってありませんが、あとは塗り残しといいますか、水で取ったり最初から白く残してあります。最後の仕上げの方になります。全体に光の具合を見てハイライトを入れます。霜の影を入れてます。最後の方の仕上げになります。はい、終わりになります。ご視聴ありがとうございました。